どうする？どっちでもいいな。どちらにしようかな。神様の言う通り。あ、こっち。帰り下とシギマハルエかな。夢じゃない。昨年息子が誘拐され、捜査の不手際で殺害されてしまったというシギマハルエは、未解決の誘拐事件の調査を探偵に依頼。深夜に自宅で調査の報告を受けていると、それは突然訪れた。シギマで合ってると思うけど、岐阜のギーやし。オッケー、確かに。やってこう。うわあ、早い。最初から火の用心を怠るやつは灼熱の中で吐けよ、殺せ。読み方分かってないじゃないか。10円も熱のかな、灼熱っぽいね。殺せ。左を持つ者をみんな殺せ。あ、なに、おお、はいはい。火もしくは発火器具を持ってる者を呪い殺せるように、呪い殺せるようになりました。だからライターか。いきなり、そっかそっか。呪詛玉送り表紙芸。火の用心と繋がるわけね。だから、いつでも殺せる状態なのよって。だからカウントダウンの意味本当になかったんだ。なかったのよな。ブラフか、うん。うん。資料が更新。送り表紙芸。じゃあ、これ、私読むか。うん。ここは読んだことあるよね。あるある。うん。火もしくは発火器具を持っているものを消死させる力があると。恨みの記憶。赤い赤い赤い赤に染まっている。わしの屋敷が焼け落ちる。熱い熱い熱い。助けを呼ばなくては。声が出ぬのは喉が焼けているからか。いや、もう己自身が火だるまなのか。そうだ、拍子木を鳴らせ。ちょん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 。誰かいないのか。ちょんちょん。なぜ誰も来ぬ。このままでは焼け死んでしまう。どうしてこんなことになったのだ。そうだ、あやつだ。どこともなく現れ、殿に取り入ったあの目狐。妖術使いめ。ゾッとするような細眼に見入られ、殿はすっかりほうけてしまった。いや、わしも取り込まれていたのかもしれぬ。言われるがままに罪なき者を幾たりも陥れた。これもその陰謀ということか。ゴーン。頭が割れそうだ。あ、これは、根のここを告げる金か。標識が届かぬのはこの音のせいであったか。ならばもっと強く鳴らさなくては。ちょんちょん。優しいね、鳴らし方。ちょんちょんなんだもん、音が。鳴らし方に若干の愛があるのよな。これぐらいの方がちょっとうるさくないかなぐらいの。ちょんちょん。加減しちゃってるやん。ちょっとなんか考察というか深掘りのしようがあんまりないな。うん、なるほど。まあこういう恨みの記憶があったんですねっていう。コナミ感すぎるけど、うん、はい、いきなりすぎるからな、これ。どす黒い粘液のような重苦しい殺意が私の魂に侵食してくる。さあ殺せ。聞こえるか、かしり主よ。あんなに。蘇りの秘術を求めし、かしり主よ。呪い殺せ。案内人やったか。そっか、すべての呪霊を操る存在。蘇らせたりしたのは、え、かしり主を作り出したのも案内人なのか。お、リヒター、マダム、お目覚めかい。帰り来た。一体どうしたのかはわからないけど、相変わらずセクシーだな。そんなに嬉しそうに笑みを漏らすあなたを初めて見た。嬉しそうかな。いい夢でも見たのかな。なんかただならぬ未亡人感やっぱりあるけど、ね、すごいよな。うん、シギマハルエ、うんうん、主婦。目がな。ね。もう疲れた目がな。うん。シギマハルエ、主婦、送り表紙。種目橋近くの屋敷に住む主婦。
約1年前に11歳の息子、周一を誘拐された末に亡くしている。担当していた捜査官のミスで犯人を逆上させたのが原因だが、騒動を揉み消された挙句に犯人が未だ不明なことに苛立ち、探偵甲斐リヒタに真相究明と犯人探しを依頼した。重間家は江戸時代より本所に屋敷を構えていた武家で、明治維新以後は警察組織の要職を務め家柄を守っていった。現在も親族に警察官僚や幹部警察が多く、春江の父は警察庁の幹部で、夫も優秀な警察庁職員との見合いによる婿養子。え、それなのに揉み消されたの？ただ仕事一筋で家庭を顧みない夫との夫婦関係は冷め気味で、生活には不自由していないものの、近所付き合いもうまくいかず、社会から取り残されていた。息子の成長だけが生きがいになり、依存を強めていた矢先の誘拐事件だった。事件後は何日も塞ぎ込んだり、突然大きな声を出したり、深夜に徘徊することも増え、明るく献身的だった性格はみるみるその色を失っていった。警察関係者である夫をなじることも多く、関係はさらに冷め気味。数ヶ月前からは単身赴任でほとんど帰宅しなくなる。現在は広い屋敷にほぼ一人暮らし。家事は長年勤めている通いの家政婦が行っているため、暇を持て余している勇敢マダム。その家庭関係も相まって、父親があえてもみ消してるみたいな、闇とかもあんじゃない？誘拐されて。でも、まあでもそうすることに、親のメリットは別にないんよな。父からしても。警察庁の幹部で。あ、でも、そっか、春江の父親が警察庁の幹部で。そうか、警察庁職員か。で、見合いによる婿養子。孫のことよりも、もう、自分の立場が大事みたいな。職員のミスを、捜査官のミスをなかったことにしたかったのかな。担当していた捜査官のミスで犯人を逆上させた後に、まあ、息子が死んでしまった。逆上させたことで、でも犯人が未だ不明？あげくに、まあ、騒動が揉み消されたから、犯人も、内密にされてる。知ってるやつはおるけど、ってことなんじゃないのかな。か、例えば閉じこもりをしてて、君のお母さんは悲しんでいるみたいなんで、言ったら、俺には母ちゃんはいねえんだよ！逆上して、まあ、殺してしまったみたいなことがある。だけ。おい、何やってんだよ。だからそもそも、警察関係者ともども犯人は知らんのか。そうなのかな。って感じはすんのかな。やとしても、まあ、父親が、その息子の事件解決に努めへんのもどうかと思うよな。ね。いや、ひどい話ですよ。いや、かわいそうだな、周一くん。ただただ不憫。いいえ、夢じゃない。オーケー。じゃあその話を聞かせてくれたまえ、マダム。ああ、何、呪いの力手に入れたわよーんっていうのを教えちゃうのか。支えてくれてた感じしたもんね、なんか、おきえくんを殺すにあたって。味方してたよな、だいぶ。あ、なんかステッカーある。これ。調べられるで。何？そこに貼られているものは、なんだ？びっくりした。これ、あの子がどこかからもらってきて勝手に貼ったシールなんだけど。直後に、あの事件があったでしょ？応接間だけど、剥がすに剥がせなくて。おー、すごい。よく見せてくれ。リヒターさん、あれかな？好きなんかな？春江さんのことがな。すげえ興味津々。あ、やはり、庭崎鳥蔵。幻の第一弾のヘッドシールじゃないか。
このシールに興味があっただけね。カイさん？そうか、知らないのか。大人気キャラクターナメドリよ。ナメ猫みたいな感じなのかな。なんでそんな強調する必要あったんだろう今。あ、だってほら学ランみたいに着てるからさ。あ、着てる着てる。え、でなんかバイク改造してさ、なんか背もたれめっちゃ長いみたいな、うん、確かに。なんかナメ猫じゃんこれ。ナメドリ？そうだ、不良スタイルをした鳥たちが醸し出す何とも皮肉めいた切なさが実にたまらないのだ。よくわからないけど、これはあなたにとって価値のあるものなのね。そもそも誰が生み出したかわからないものだが、街に貼られた謎のシールから人気に火がついたのだ。へえ。素性不明のアーティストが不定期的に特定の地区に密かにシールを残すという伝説になってる。そういう謎も好きなんかな。追ってるうちにこう惹かれてったよな。なるほど。リヒター探偵として誰が貼ってるんや、うんうん、貼ってるアーティストは誰なんやって調べていくうちに、なんだこのナメドリはって夢中になっちゃった。夢中になったよな。俺も小学生の頃はナメネコのカード集めてました。ええー。めちゃくちゃ集めてた。いつどこに現れるのか、まさに神出鬼没。同じ場所に常にあるとも限らないのだ。はぁ、シール消えちゃうとかあんねんよ。ほん、同じ場所にって言ってると、まあ消えるわあれじゃない、みんな消えるっていうよりかはもう、あ、発見って言って剥がしてどっか持ってっちゃうね。持ってっちゃうんか、うん、まさかこんなところでお目にかかれるとは。これはいいことがあるかもしれない。興奮気味。そうならよかった。え？発見いたしました。はい。あ。あ、え、めっちゃある。すげえ、コレクション。コレクションあんのかい。ご存知って言われてもな。初めて聞いたよ。ご存知、社会現象を巻き起こしている神出鬼没の鳥シール。素性不明のアーティストが人知れず残しているという伝説上の存在で、不良の格好をさせられた鳥がシュールで可愛いと大人気。本土各地に限定的なタイミングで出現するシール20種類全てを発見した者には幸運が舞い込むと言われているとかいないとか。全部集めてー。すげー、集めたくなる。カイ・リヒタのたちのストーリーだけでゲットできんのか、うん、まあ、それとも、まあ、これ発見して以降出現するようになるのかっていうのはちょっとわからんけど、うん、まあ探していこうか、うん、集めていきたいな。うん、念入りにこんだけ360度調べられるから。もうドーン怖がってられねえわ。いや、そんなことよりナメドリやから。もうそうだな、天井とかにもさ、うん、あるんじゃない。なるべく上向いて調べてもいいかもしれない。隠れモノクマみたいな。カラーテレビ、新しいものが好きな父が発売してすぐに購入した。新しい、今ではリモコン式のテレビも出ているようなので割と古いものになる。買ってすぐの頃こそ親族が集まって物珍しく見入ったものだが、もともと父も夫もそれほど家にいないので次第に誰も見なくなった。まあ、忙しいからな警察。そうね、家にいる時間めちゃめちゃ短いって言うもんね。部屋にはこの柱時計の振り子の音だけが響いている。普段は私一人しかいないから、今夜は賑やかだ。ね、シールについて盛り上がったしね。盛り上がってんのかい、リヒタだけやけどな。ファクシミリ。ファクシミリ。図画を電話回線で送ることができる装置。そうか、この頃にはもうあったんだね、ファックスって。仕組みはよくわからない。家庭にあるのは珍しいらしい。ただ、使われることはほとんどないけれども。まあ、警察署同士で使ってるとか全然ありそうやけど、わざわざ家ではなさそうよな。ね、うん。電話機。この家には専用線を引いてある。うんうんうん。あ、いっぱい調べられるな。掛け軸。掛け軸。名はわからない。私が生まれた頃にはもうこの部屋に飾られていた。父の趣味なんかな？
ぽいね。なんかちゃんとしっかりしてらっしゃるよね。うん、おすごい。してるよ。うん。生け花。業者に定期的に頼んでいるものだ。私はこの花の名前もわからない。興味ないね。セパレート型と言われる家具調のステレオ。夫がこだわって購入したものだ。それほど音楽を聴くタイプでもないのに。新しいもの好きが、うん、購入に、うん、購入にまで走らせたんやろな。そうだね。もう一番のメイン最初に見ちゃったんだ、ナメドリ。考えるとかしてみたら？うん。まだ、心が震えている。これは、ようやく訪れた、千載一遇の好機、チャンス。うん、応接テーブル。あ、応接テーブルがあった。応接セット。私の父がどこかから調達してきたものだが、私はあまり気に入っていない。へえ。暗いか。そんなもんかな。そうだね。じゃあ、リヒタ君。私が調査を依頼した探偵の男。知人から無名だが腕はいい探偵がいると聞いて、大田区の事務所を訪ねたのだけど。この目立つ出立ちと探偵だというのを飲み込むのに、まず時間がかかった。しかし話をしてみたところ、たまに おかしな言動はあるけど、仕事については信頼しても大丈夫だというのが、私の判断だった。ついさっきのことですがね。うーん。ああ、見れるようになった。あ、受影なし。うん、よろしく。沖家翔吾が宝音寺橋で遭遇した一風変わった男。その正体は、東京都大田区で個人事務所を構える私立探偵。シギマハルへの依頼を受け、迷宮入りしていた誘拐事件の調査を進めていたところ、蘇りの秘術にまつわる事案に巻き込まれる。うん。前職は警察官。はぁ、あ。警察では助けられない人がいるジレンマを感じて退職し、探偵事務所を立ち上げたが、人情で仕事をしすぎて、経営は火の車。それでもやっていけるのは太いパトロンがいるからではないかと囁かれているが、真相は不明。刑事のエリオジュンとは警察学校時代の同期。エリオジュン、おー、エリオジュン、マジか、出てくるか、へー、あー、やっぱじゃあ鉄道ちゃん最後にしてよかったんじゃない。よかった。行動も服装も大胆で奇抜なのになぜか美行など隠密調査得意。へー。それもこれもプロフェッショナル探偵、すなわちプロタンのなせる技であるというのが本人の弁だが、誰にも通じない。逆にじゃね、こんなやつが探偵なわけないやろっていう、うん、そう、固定概念をの穴をついてるみたいなさ、うん、確かに。だって普通はちょっとね、あの、そうそうそう、目立たない格好をしてとか、こそこそしてとか、そう、うん、あったり変装とかするはずやのに、こいつはせえへんから逆に疑われへんみたいな。うんうんうん。また会いましたね、お嬢さんみたいな感じで、普通に話しかけちゃいそうだし。うん、そう、気づいたら、え、探偵さんでしたかみたいな。うんうん。あるんじゃないかな。ありそう。事務所で飼っている赤星インコ、アルビノメス、ほう、白いメスのインコを飼ってると。うん、うん。うん、腹の匂いを嗅いでる時間が何よりの趣味。鳥が好きなんやな、じゃあ。ああ、ナメドリもね、好きだもんね。あ、名前は、エルネスティーネ。エルネスティーネ。エルネスティーネ。なんか上品そうなお名前。うん。意味教えてほしいな。何をもってエルネスティーネってつけたんか。ね、また、リアルな鳥類がなぜか不良の格好をしている、神出鬼没のナメドリシールを探し集めるのが趣味で、よく街を這いつくばっている姿が目撃される。まあ、そんなんしてるやつが探偵やと思わへんわな。過去の事件で関わった中学生の押しかけ助手、雨森少年が、彼の身の回りの世話や事務所の留守、主にインコの世話を進んで行っていることにはいつも感謝している。雨森少年。ほう。少年と探偵の関係ね。エルネストマニーだと、法律用語で手付金。手付金、依頼とか受けるときに最初に渡されるお金みたいなさ、あ、手付金、うん。でエルネスティーネ・シューマンハインクっていうオペラ歌手がいるけど、これ関係あんのか分かんないけど、あ、オペラが好きでつけたみたいな。うんうん、まあ、見た目的にね、ちょっとそれっぽい感じはなんとなく。あ、そうなんや。どうなんだろう。
もう白黒の写真だからわからんわ。なるほど。鳥が好きなリヒタ君ね。ね。プロタンね、プロタン。プロタン。なんか食いタンみたいだね。食いタン食いタンってなかったっけ、なんかドラマ。食いタンって何？なんだ食いしん坊探偵わかんない。あれ食いタンってなかったっけ。食いタン、ある。テレビドラマ、食いタン。って。やっぱ食いタンでドラマあるけど、何の略なんだなんか、麻雀の役みたいに出てくるんだけど。うん。あ、でも、原作本来のサスペンスコメディ要素に加えやって、食いタン。うん。だから、なんとか探偵だったと思うんだけど、忘れちゃいました。よろしくな、リヒタ。よろしく。このね、春江さんルートでは仲良くできるはずだからね。うん。資料も更新された。おー、あれか、探偵事務所か。青詐欺探偵堂ね。おー、鳥だね、名前は。私立探偵、甲斐リヒタの個人事務所。大田区、鎌田。大田区鎌田にある。当初はシンプルに探偵堂としたかったらしいが、探偵事務所に依頼する人は電話帳で探すことが多いため、あから始まる野号にすると集客上有利であるという情報を得たリヒタが、不審して渡り鳥のアオサギから付けた名称。へー。なんか、そういうのあるよな。あから始まるようにするとか。うんうん、だが、詐欺という文字が含まれているため、どうしても怪しげな印象を与えがちで、果たしてこの名前が集客に結びついているのかというと、微妙なところ。またリヒタ当人のコスチュームが白を基調にしたものであり、さらに事務所で飼っている鳥がインコであるにもかかわらず、事務所の名前が青崎とは何事かとアシスタントからは不評を飼っているが、いつも聞こえないふりをしてやり過ごす。白詐欺とかでもよかった。なんかインコ、まあでも死だとアから始まんないから。そうやな。アから始まらせれんのちょっと難しいかもな。じゃあ、アルビノインコでよかったね。あ、そう、アルビノインコ探偵堂でよかったん。牛で飼ってるエルネスティーネもアルビノなんですよって。だから、アルビノインコ探偵堂にしたんですよって。だから私のシャツも白なんですよって。肌白いしな。私立探偵とは、民間で探偵業を営む職業人のこと。探偵になるのは必要な資格こそないが、身辺調査、人探しを行う仕事柄や法律知識の必要性から、元警察関係者や諜報員が引退後に探偵事務所を開くケースが多い。ああ、うんうんうん。はあ、ははあ。なお探偵事務所と更新所は似たような活動をしているが、尾行や聞き込みで裏付けを取っていくものが探偵とすれば、企業向けの信用調査をしていたのが進行所の成り立ち。うんうん、取材など身元は明かしてのリサーチを行うことが多いといった調査方法の違いがある。へえ、なるほどね。探偵に詳しくなれそう。うんうん、そう、元警察関係者や諜報員が引退後なのに探偵事務所を開くケースが多いっていうのを聞いてパッと思い浮かぶのは毛利小五郎だよね。確かに元関、うん、警察だもんね。捜査一課やったっけ。一課やったもんな確か。うん、確かその、銃の腕もなかなかありますみたいな話だったよね。なんかその、警察学校編みたいなんで、唯一、うんうん、なんか前発命中させた男がおったみたいな。うん。いや、毛利心かっこいいよな、普通に。ねえ、かっこいいよね。コナンがいつも、麻酔銃でそう、やってるだけで。そう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 。推理的には、ちょっと頼りないところはあるけど、うん、ちゃんとその、警察の人間としては、かなり優秀やったからな、うんね、あったよね。ただの雑談実況じゃない、ただの雑談。じゃあ話そうか。うん、さて、かっこいいな。先ほどマダムは僕との話の途中で突然宙を見つめ出して、あたかも我が意を得たりというような興奮した表情を浮かべていたね。何があったんだい？それは、ね。お、話すんだ。呪影のことなんかな？うん。うん、なるほど。つまり、突然、送り表紙儀の呪影とやらが出現して、マダムは蘇りの秘術を使う方法と、そのための呪いの力を得た、と。突然なんよな。
ね、だって最初からもうドーンだったもんね。うん、そういうわけか。何かきっかけがあったわけじゃないんだ。ええ、そう。いや、しかし本当にあったなんてにわかには信じがたい話だ。だが、ああ、その呪詛玉とやらが何もないところから突然マダムの手の中に現れたのは僕も見てしまった。はあ、つねならざる力が動いて何がしかが起こったことは疑いないが、あ、これが急に手の中に現れたのを見たから割と話信じ気味で聞いてくれてんだな。それを見てるからな、目撃者やから、うん、その、うん、なんで現れたのかっていう説明はこうこうこうだからよ、なるほどでとはなるよな。うん、でもあれよな、マジか、その沖家将軍の時は、うん、落ちてる呪詛玉を拾ってやったし、うん、やっこちゃんはコックリさんを得て、うん、その蘇りの秘術をするためにはみたいなところからこれを使って、うん、カスを集めろって、うん、サイコンかすぐカス、人の魂のことをカスっていうのやめろ、サイコンを集めろっていう話やってん。うん、やったらマジで突然よな。あー、そうだね、まあ、突然すぎるよね、うん、なんでだろう、もっと話していくか。それちょっと違う。違うんかい。カイさん、これはね、声が聞こえたからとか、信じる疑うとか、そういう次元の話ではないの。選ばれたからにはやるみたいな。呪いが現れた時には全てが瞬時に理解できた。声を聞くまでもなく。ほう、理解と。呪詛の抱える恨みの記憶とともに私の魂に刻み込まれた。現に私ね、あ、怖い。江戸時代に不慮の火事にあってもだえ苦しみながら焼け死んで送り拍子木の呪詛となった者の気持ちが今とてもよくわかる。苦しい、憎い、殺してやりたい。誰でもいい。火種を持つ者は、今すぐにでも。なるほど。それは厄介だね。あら、そう？カイさん、あなたなら、好都合、と判じてくださると思っていたのに。蘇らせたいという願いの強さに殺意がリンクしているようだ。まさに想定外の事態。ちょっと確認しとこうか。これまでのこととこれからのことを。そうね。なんか不穏になっちゃった BGM が。うん。まあ一応ね、まあ、これからって感じか。セーブはしていくけど、うん。これだな。まあスロットはなんか重ねてセーブしていってもいい気はするよな。やり直しできるし。た、うん、だ、陽子ちゃんの顔をさ、消したくなってさ。浸りすぎやね。未練がましいぞ、だいぶ。すいません。いつも見れんねんからもう。まあまあ確かにな。ああ、依頼内容について。詳しく聞いていこうか。うん。僕がもともと受けていた依頼は、息子さんの誘拐事件の真相究明だ。およそ1年前に起こったシギマ周一少年の誘拐殺人事件。そう、未だに犯人が見つかっていない。それで今日遅い時間になってしまったが大丈夫だというので調査の報告に来ていた。そしてさっきも伝えたけど
ここまでの調査によって得られた情報は一つある。一つ。ええ、聞いた。聞かせてくれ、俺たちにも。警察が1年かかっても犯人の手がかりをつかめていなかった件にやや進展があったよ。そうね、それを聞かせてもらうってところだった。あ、じゃあまだ春江さんも聞いてないんだ。話そうとした矢先にあれか、呪詛玉手に入れたんかってことかな。資料、おお、まとめてくれてる。はあ、シグマ周一誘拐事件まとめ。およそ1年前に墨田区本所で起こった誘拐殺人事件。シグマ春江の息子シグマ周一が下校中に誘拐され、その日の夜に身代金を要求された。当初はただの身代金目的と思われたが、親族に警察関係者が多いことも有名であったため、警察に恨みを持つ者の犯行が有力とされた。はあ、はあははあ、過去にその警察の判断で、うん、なんかその問われるべき人が問われずに、うん、なんか無駄死に、親が無駄死にしちゃったとか、うん、親が犯人扱いになったとか、警察に対して強い恨みを持ってる人が周りにいたかもしれないって話だね。話ね、うん、実際警察庁幹部の孫が誘拐されたのは、警察の顧問に関わると大規模な捜査が行われ、最新設備による電話の逆探知も行われた。しかし一向に犯人の尻尾をつかめないことが報道されるうちに、警察は無能であるという評価が世間に広まっていく結果となり、犯人の態度もどんどん警察をからかうものになっていった。あ、いい君だって。そういうのをなんか狙ってたんやろうな、犯人側も、うんうんうん、警察は無能だっていうのを知らしめたかった。救われなかったものなんじゃないのかな、犯人側も。あとはすいません、じゃないのかな。ミックがたち、いよいよ引き延ばしも限界になると、ハロや息子の身を心配し、一刻も早く身代金を渡すべきだと訴えたが、警察の誇りにかけて犯罪者に屈することはできないと、夫や父はその提案を拒否。はぁ、あ、命が大事だ。まあ自分の立場とか、うん、警察としての部分を大事にしちゃったがためよな。あ、うん、焦った担当刑事が犯人からの最後通告の電話に逆上し激高させてしまったため、以後犯人からの連絡は完全に途絶えた。その1週間後、隅田川に浮かぶシグマ周一の遺体が発見された。人質を殺されたのは警察側の失態による要因が大きかったが、強い報道規制が敷かれ、その件は徹底的に伏せられた。以後も捜査は続いているが、事件は迷宮入りしている。いや、もうなんでこんなさ、自分のことしか考えてねえようなさ人たちにさ、周一くん、あのすごいいい子だったのに未来を潰されなきゃいけないんだよな。何もしてないのにな、周一は。そう、いや本当に不憫。いやー、これ辛いって、普通に辛いね。いや、これちょっとね、ハレーさんがこう飲み込めるのもわかるかもしれん。うん、私がやるべきなんだって、あの人たちは何もできないから私がやるべきなんだみたいな判断に陥るのもわかるかもしれん。うん、蘇りの秘術をやろうとするのもわかるし、なんなら一番やってほしいよ。うん、叶えていいよ。うん、なんならもう警察関係者だけで、うん、最高集めていいんじゃない。いきなり警察関係者が急に100人ぐらいポッていなくなるっていう。なんかタバコ吸った。ああ、周一くん。ああ、周一くん。周一くん。いいよ、読んで。読む。シギマ春江の一人息子、1年前に誘拐された後殺害され、隅田川に放置された遺体が発見された。やばい、辛い。ああ、ちょっと素直で正義感が強く、お母さんは僕が守るよと胸を叩く様子は、家主が留守にしがちのシギマ家の中で春江の支えになっていた。将来の夢は警察官と語り、子供ながらに責任感が強かったが、その真面目な性格は厳格な教育によるもの。ピアノやソロ版、英会話に剣道と習い事漬けの日々を送る段階ジュニア世代。小学校に上がってからわがままを口にすることはなかったが、ナメドリが好きで、同級生たちと一緒にシール探しをしてみたいとずっと思っていたことも最後まで言いてたて、うわぁ、集めろ、周一、ナメドリ。
後まで言い出せずにいた。おじさんと一緒に探そうな、周一。春江さんもちょっと探してあげてよ、周一くんの代わりに。いいよ。なめどり、なめどりを集めれば、蘇りの秘術で。なめどりを20個集めれば。幸運が訪れるんじゃないの？かもしれない。集めよう、全部。集めるしかねえ。周一くんのためにも。そうか。可愛い顔してたな。めちゃくちゃいい子そうやったな。心いた。お母さん僕が守るよ。やばいよ。いや、お母さん叶えて。じゃあまあまあまあ。まあ依頼内容について詳しくまた聞けそうやけどな。そうだね、聞いてこうか。僕への依頼内容をこの後どういったことにするのか。一通り話を確認してから改めて検討してもらえるかい？あ、なるほどね。そうね。なるほど。全部話してから。誘拐殺人事件について。誘拐事件の詳細は今さら確認するまでもないか。ええ。もう十分。聞き飽きてるやろうな。うん。では詳細は資料を見ておくとして、事件について少し検証しておこう。当時警察が犯人からの電話の逆探知をして突き止めた場所は墨田区の大横川の北部近辺という大まかな範囲までだったね。あーまあ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 、今だともうちょっとね絞れるかもしれないけど、この当時はっていう感じで大雑把にしかわからんかったんかな。うん、そう。犯人がどこから電話をかけていたのかは結局突き止められなかったようだが、周一少年が軟禁されていた場所も同じ場所であろうと思われる。当時電話口で周一少年の声も確認したそうだからね。大横川北部は周一少年の通学路とはだいぶ離れている。そして下校前に小学校で目撃されていて、自宅に帰ることなく誘拐されたので、下校中に車で拉致されたと考えて間違いはないだろう。でも、そう、聡明だった周一少年が見知らぬ大人についていって、自ら車に乗り込むとは思えないだったね。そうだね。ええ、そこは強く教えていましたし、本人も理解して低学年に注意するほどでした。立派な子。となれば下校中強引に拉致されたのか。しかしその瞬間を目撃したものはこれまでに見つかっていない。現場が通学路ならばそんな騒ぎがあって誰も気づかないなんてことはまずないはずやし、もうそうやな、周一少年も声上げるはずやからな。そうだね、助けてって言えるはずやし。うん、その日に周辺で不審者の姿を見たという話もない。え、じゃあさ、ナメドリシールを探しにいろんなところにこっそり行っちゃったとか、もしくは知り合いの犯行よな。だよね。警戒せえへん、周一くんが警戒せえへん人間やった。じゃないと成立せえへんわな。そうだね。あれ、これ読んだっけ。読んだか。では犯行は下校時じゃなかったのか、あるいは通学路じゃなかったのか。状況的にこのいずれも考えにくい。ならばどうやって誘拐したのか。そこは当時の警察も結論を出せなかったので、たまたま誰にも見られなかっただけということで済まされていた。怪しいよな。そんな偶然、まああるかもしれんけど可能性としては低すぎる。そうね、偶然にしてはできすぎてるかなっていう感じがするわな。何かやっぱ隠したいことがあったのかな。あるんじゃないかな。そこから改めて考えてみようか。そうしよう。誘拐事件について、はい、うん、誘拐犯は下校中の周一少年をどうやって車に誘い込んだか、
考えられるとしたら。警戒する必要のない人に声をかけられたという可能性。うん。例えば、学校の先生や親戚、その他顔見知りの犯行だった場合だ。でも、あの子と顔見知りの大人は、当時警察が徹底的にアリバイ調査をしたはず。おお、さすが国家組織。人海戦術はお手の物だ。人見知りの犯行ではならない。人見知りじゃん。顔見知りの犯行ではないならば、あるいは犯人が警察官の格好をしていたとしたら。ああ。コスプレってことか。これも警戒しない可能性は高い。お父さんやおじいちゃんの知り合いかもって思うわな。シギマキは身内に警察関係者が多いから、警察への信頼度は高いはずだ。そうね。でも、まさか。ただ、下校中に警察官と話していたら、それはそれで意外と目立ってしまう。立っているだけで犯罪抑止力になるくらい目立っていないといけないからね、警察官は。面白くなってきたな。そうだね。はあ、まあ続き聞こうか、うん。さて、これは一般的な話だけれども、基本的に若い女性や子供は不審者と思われにくいそうだ。子供が子供を誘拐する？ああ、まあ考えにくいわな、普通に。その、うん、子供からしたら、その知識とかさ、そういう行動力とか。できる範囲が狭いよな、大人と比べたら。うん。若い女性な。若い女性。見知らぬ人についていってはいけないと気をつけている子であっても、不審者とは大人の男であると無意識に思い込んでいるものは多い。ああ、それはそうかもしれない。なんかパッと不審者思い浮かべてって言われたら大人の男やな。うん、大人の男だし、うん、もし女性ってなってもすんごい髪の毛ボサボサでとか、その身なり整ってないとか、うん、素性のわからなさそうな感じ。うん、明らかに見るからに不審者っていうわかる格好してる。そうじゃないと大人の女性とかっては思わないか。思わへんかな。あ、確かに。そして秀一少年は将来警察官を目指しているほど強い正義感を持っていたそうだね。子供とかに助けてって言われたら、あ、言っちゃうかもね。なるほどね。その正義感を利用したパターンか。あるかもね。ええ、まさか。そう、例えば若い女性から助けてほしいと声をかけられたとしたら、秀一くんは助けちゃう。助けに行っちゃうよ。彼が道を教えてほしいと言われて車まで誘導されてしまうことはありえそうかい？ある。夫からも小さな子供や女性を守るのが男の務めだと教えられていたし。うん、そういう決めつけもゆくゆくはナンセンスになっていいかもしれないが、少なくとも秀一少年はそうあるべきと信じていた。なら犯人は若い女性だと。でも電話の主は間違いなく男性の声だった。複数に家庭範囲でやってるとかな、家族ぐるみで。あ、夫も妻も息子を、いや、それこそ子供をさ、うん、警察関係者に、あー進めちゃった、警察関係者のせいで救えずに死んでしまったとか、うんうんうん、そういう家族が逆恨みというか、うん、
お前たちにも味わわせてやるぐらいの気持ちで、うん、一家ぐるみでやったとか全然ありそうやけどな。あるな。共犯か協力者か、あるいは当人は何も知らずに利用された可能性もある。あ、うん、むしろそれならこれまで発覚していないのも納得がいく。事件とも無関係な完全な他人ってことになるからね。へえ。じゃあそちらの顔で、そっか、過ごせるってわけなんか。うんうんうん。何か聞かれたとしても、だって自分自身は犯行に、直接関わってないって思ってない。だから、うんうん、関わってるとも思ってないか。うん。誘拐の当日、周一少年が若い女性と話していなかったか。不審者を成人男性だと思い込んでしまうのは目撃者も同じこと。うんうんうん、そうね、うんうん、聞き方を変えてみることで新たな目撃情報があるかもしれない。え、でも1年前でしょ。そんな思い出せる。覚えてないだろ。1年前あの子女の人と喋ってたわとか、よく覚えてんなってなるからな。ねえ、絶対覚えてないと思うけどな。うん。というわけで、実は今日の昼間通学路付近でその線から聞き込みをしてみたわけだが、優秀。すげえ、リヒター、できる男。一人思い当たるという男がいた。なぬ、誘拐現場の目撃者がいたの。まだ確信はないがね。その人物は僕に頼みがあるというので場所を変えて話すことになった。その時の会話が、うんうん、数時間前にしてはやっぱりセピア色だな。だいぶセピア、過去のものにしすぎやろ。よし、ここなら大丈夫だろう。あたりに人はいない。話を聞かれる心配はないよ。君、なんと言ったっけ。誰？おうわぁ、城之内だ。うわぁ、お前か。お前関わってくるんだね。でも目撃してる側やからな。うん。え？そうだった、城之内くん。さあ思い切って話してくれたまえ。信じていいのか？いいんか？うん。もう一度確認しておくが、お前は、シギマ周一誘拐事件を調査している探偵なんだな。もちろん、見ての通りだ。見てわからないから確認したんだが、まあいい。まあ、うん、見た目ではわからないからね、探偵って。率直に言おう。命を狙われている。助けてくれ。え？あ？これはいきなり穏やかじゃないセリフが飛び出して、僕はびっくり仰天だわ。私もびっくり仰天だわ。狙われてる。うん。ならばこちらも率直に問おう。誰に狙われているんだい？うん。ん？白石道夫という女子生徒にだ。え？はあ。数時間前でしょこれ。ってことは、確かこの時間軸って、うん、あのちょうど真下あたりが、うん、あれよ、学校行く前なのよ。このチャプターの選択の後ぐらいに、うん、確かやっこちゃんたちがあったはず。でも開始時点は多分ずれてるから。そうだね、そうだよね。うん、ただあれ？もう学校には来てなかったっけ？来てないっけ？そうよな。ちょうどこっくりさんとかやってる時とかじゃないの？なくなって1週間経ってるみたいな話じゃなかったっけ？そうそうそう。だから数時間前ってだっておかしくない？おかしいな。うん。え？どういうこと？生きてるの？みちおちゃん？生きてんの？おう、女子生徒。女子生徒？あんた、一体何したんだ？
違う、あいつは殺人鬼なんだ。だって1年前のあの誘拐事件のあった日に白石道夫が千島秀一を連れ去っていくとこを僕だけは見たんだ。はぁ、あ、えはうん、だいぶこんがらがってるぞ。うん、えこんがらガッチュレーションなんやけど。コングラチュレーション？コングラチュレーションやけど、一回ちょっとセーブしてみてさ、うん、チャプター見てや。オッケー、セーブした。時間軸知りたい。あ、うん、そう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 。あ、こっくりさん。そう、やっぱこっくりさんの後だよ。それぞれ時間は違うんかな。でも大事なことは2つのところはさ、回想やん。うん。うん、でも数時間前の話してるから、うん、時間軸は合ってるはず。うん、合ってると思うし、多分同じだよ。この日の話だから、うん、この日の話で、そもそもコックリさんしてる時点で1週間前に亡くなってる。うん。けど、白石道夫が殺人鬼、命を狙われてるって。命を狙われてる。うん、謎が深まるばかりやけど。そうね。え、待ってよ。白石道夫ちゃんの、まあ。詳しく、そうね。調べてみてもいいかもしれんけど。うん、そう、一週間前、そうそうそう。そうだよね、一週間前に、全身挫滅。うん。そっか。すべてを打ち明けることはできないまま月日が過ぎていった。うんうん。あ、まあ、やっこにはな。うん。でも、このすべてっていうことの中に、その、修一くん誘拐のことも、ああ、入ってる可能性がある？で、お母さんは、おんの？父親は事故で死亡してるけど、そうだよね、うん、新しい父親がみたいな話じゃなかったっけ、あれ、あ、なんかそれでうまくいってないみたいな。そう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 、で新しい父親がいるっていうことは多分お母さんは普通にいるんじゃないの。うんうん、やんな。うん、え、はあ、だから、ん、なんで道夫ちゃんになるんだろう、本当になんか隠してるか。うん、じゃなきゃこんなこと言わんわな。そうだね。わからん。何？今思えばその直後に誘拐が発覚したわけだろ。だったら少年を誘拐して殺したのに白石が関わってるのは間違いない。あんたこれが知りたかったんだろ。だったらまず先に僕を助けてくれ。でも死んでるやん、白石だって。白石道夫ちゃん死んでるよな。うん、あ、それが事実だとしたらとても貴重な情報だが、なぜそんな大事なことを今まで誰にも伝えずにいた。そうよな、うん、目撃情報やし、周一くんにつながる手がかりをなんで今までずっと黙ってたんって話だから。脅されてたとか。よさ、どうなんだ。か、電話の相手がこいつとかな。あー、電話させられてた。あるんじゃないの。で、はいはいはい、秘密をバラしたらお前も殺すっていうのが白石道夫やった、うん、うんうんうん。って考えても、まあおかしくはないのか。確かに。それはちゃんとした理由がなければ話そのものが眉唾ものだが、今まではこのことを話したら殺すと脅されていて。ああ、やっぱりそうか。脅されていた？女子生徒に。それで今まで隠していたのか。で、それをバラしてしまって命を狙われていると。そうだ、そういうことだ。いや、まだ全然明白になってないこといっぱいある。僕をかくまってくれ、死にたくない。そうなくば悪魔の白石道を今すぐ捕まえてくれ。え？うん、ふざけているとは思えない迫真ぶりだが、今一つ要領を得ないな。もうちょっと背筋伸ばして喋ってくんねえかな。そこ問題。
いい大人のあんたが女子生徒をそこまで恐れる理由は何だ。それも知りたいよな。あ、なるほどね。ジュエー、あいつは僕を呪い殺せるんだ。呪い？かわいい。いや、みんな不審に思うこととかあったら口紅出ちゃうやろな。そうとしちゃうやろな。いや、探偵でもこんな表情出しちゃダメだろ。いや、ちょっと急に何言ってるんだあんた。本当なんだ。だってあいつの家は一家全員呪い殺されたとか。ああ、くそ、くそ、なんでわからない。旗から見たら頭おかしいやつだもんな、うん、うさんくせえあんたならと思ったが、やはり通じないのかよ、くそ。へい、もういい、なんでもない。他のやつは誰、忘れてくれ。ああ。うん。これで呪いについても調べたって感じなんかな、リヒタは。うんうんうん。え、で、他のやつは頼るって言って、あのスケバン頼ったってこと？感じ。女子生徒やんけ、お前。というわけだったが。それ、本当？その時は呪いなんて意味がわからなかったけど。まあ、そうやな。うん。今ならば、なんとなくわかる話だね。うん、ハルエさん自身もね、ジュエー。うん、今宿してるからな。そう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 。じゃあ、その女子生徒を探せば。呪いはどうあれ、誘拐事件のあった日、本当に周一少年と一緒にいたのであれば、何かしら知っている可能性は高い。へえ、じゃあ死んでると思わせて生きてるってことなのかな。なのかな。なお、その後軽く調べたところ、話をしてきたその男は城之内公平といって区内にある駒形高校の教員をやっている人物だった。教員なら女子生徒というのは教え子やろな。うんうん、その高校の生徒である可能性は高いだろう。他の学校の生徒やったら名前まで知ってるのは難しかったりしそうやもんな。うんうんうん。いや、すごくなってきたぞ。いろいろ絡んできたぞ。いろんな力が繋がってるぞ、絡んできてるぞ。うん。あ、まだまだ聞ける。聞くわ。糸口はつかめた。ここから突破口を開けるかもしれない。ああ、なるほど。なるほど。で、これは OK。うん。蘇りの秘術について。蘇りの秘術といえば、それについて記された古文書が発見されたと先日オカルト誌で紹介され、しかもこの本所地区のどこかに眠っているらしいと一部の地域住民を中心に話題になっていた。ええ、私その話をカイさんに聞いてから、あ、願いが届いた。希望はあった、そう思ってた。うん。あの事件の日以来ね、私が周一を学校に行かせなければとか、あるいはあの時素直に身代金を渡していればとか、そんなもしもの思いがフラッシュバックしない日なんてなかったから。マダムがそこに責任を感じる必要はない。悪いのは間違いなく犯人だ。うん、ずっと後悔だけが押し寄せてくるわな。そうだね。と言っても簡単に払拭できるものでもないだろう。それは仕方がない。だからってこの秘術を使う機会？え？ああ、聞くまでもなかったが、使わないわけがないって顔だ。あなたの息子さんへの思いは相当なものだ。だが、もし本物なら、人を呪い殺して魂を奪わなければ秘術は使えない。
それが？そうなれば、悪いけど僕はマダムを止めねばならない。どうして？殺しに加担させたくないよな？どうして？まさかのどうしてと来たか。だって、他のかしり主との呪いの駆け引きになったら、カイさんの諜報力や頭脳が役に立つでしょうに。他人を呪い殺すことには何のためらいもないのかい？同じ思いをしている人の親なら、みなそうするでしょう。なるほど。さて、どうしたものかな。まあでも、その行動に移るのもさ、やっこちゃん同様さ、呪いの影響が、なんか判断を鈍らせてるとかさ。それはまあ少なからずあるだろうけど、まあ意志は強いんだよな。元の思いが強すぎるよね。そもそもの思いが強すぎるから、うん、止めるのは無理やろうな。呪詠と走り主の意見が合致しちゃってる感じすごいよ。腕組み合ってるもんな、もう。で、ここでは反対してるけど、割とリヒタさんサポートしてる感じだったもんな。してる感じやったよな。やってしまえみたいな。ねえ。ライター持ってるか、ならいいみたいな。ねえ、言ってたもんね。ならば、あなたが直接手を下す必要はないとしたら、どう？他のかしり主の情報を探ってくれればそれでいい。ああ。なるほど。悪いが依頼人のためとはいえ、人の命を奪う行為に協力はできない。おお。いくらか。動いてくれそうな感じは、しなくはないけど、そういうので動く人じゃなさそうな気がするよな。残念ね。さよならって言って、逆に突き放そうがいいのかな。理解得れるというか、なんか仕方なく行動してくれそうな感ある。じゃあ私は勝手にやるわって言ったらさ、おいおい、それはダメだって、じゃあついていくみたいな感じになりそうじゃない？なりそう。じゃあちょっと残念でいこうか。そう。融通の効かない男。ただ、マダムの気持ちもわからなくはない。直接命を奪うことをしないならば、手を貸せることはあるかもしれない。例えば？例えば、すでに再婚が集められた呪詛玉をかしり主から横取りする。あ、はい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 、なるほどね。それであの時の話になるのか。なるほど。あ、大きい将軍の時に渡しなさいって。うん。命が惜しくば。たっぷりありますでしょ、って言ってたもん。っていう話につながるのか。そのための情報収集や作戦提案ならば、まあ協力してもポリシーは保たれるだろう。他のかしり主が呪いを使うことを止めるほど、正義の味方を気取るつもりもないからね。奪った呪詛玉の再婚が使えるかどうかはやってみないとわからないけど。わかった。それで行きましょう。かしり主から呪詛玉を奪うために、私の呪いを使ってはいけないの？マダムがそれをした時点で僕との契約は破棄する。その覚悟でやってくれたまえ。まあ。だからこそのリヒタの作戦として、カウントダウンをすることで、余裕を持ってこう、相手をじわじわ追い詰めていく。だったら渡すよぐらいの気持ちにさせれるってことか。なるほど。ただ、大きい絵の意志は固かった。固かったな。動かんからな、あいつ。ね。呪いについて。マダムの持つ呪いの力について確認しておこうか。送り表示儀というのは、本庄七不思議だね。ええ。確かに、この屋敷のあるあたりは、その送り表示儀のゆかりの地だと。ああ。ならば、同じように、本庄七不思議の呪いを受けた貸し主がこの町にいるはずだ。
まずはその特定をしなければいけない。蘇りの秘術に対して積極的な人だったらこちらの命を狙ってくるだろうからね。呪いの影響で相手の魂を奪うことへの抵抗感は薄くなるようだから、どんな人柄かも関係ない。そうね、優しい人でもやっちゃうと、やっこちゃんとかだって全然そういう感じの殺すみたいな感情なさそうな子だったし、大きい絵翔吾ももう殺すことに抵抗なかったしね。あの人はもう感情なかったよ。間髪入れずに殺しちゃってたもん。そしてマダムの持つ怒り表紙の呪影の力というのが、確か火だね。火や発火器具を持つ者を呪いで消失させるというものだったね。ええ。表紙だけに火の用心を怠った者を呪い殺すというわけか。僕はこれは七不思議の中でもかなり有利な扱いやすい呪いだろうと思っている。他がどんな条件なのかわからないので想像だけども。そう？この条件は相手の行動に左右されにくい。そして有効のタイミングが持続しやすい。特に発火器具でも有効なのが大きい。ポケットにライター一つ入っていればいい。最初からずっと条件を満たしていた場合、相手がそれに気づくのは難しいだろう。呪いを行使しないとしても、すでに条件を踏んでいると伝えることで脅しになる。ただそれが事実であることを証明できないので度胸と演技力がものを言うがね。いや、怖かったよ、あの時の春江さん。え、ねえ。このカウントダウン終わる前にやらなあかんのちゃうんっていうなったもんな。うん。おじけついてたもん、こっち。そう、強かったよ。呪いの寸止めができればいいのだけどな。それがカウントダウンか。ああ。呪いの寸止め？なんだか斬新な概念。概念、確かに。それ、試してみる？ライターならあるけど。ほう、なるほど。僕が実験台になるわけか。のう、リヒタ君、やってくれるのかい？しかし、やめておこう。僕もそこまで無鉄砲じゃない。なんだ。試しにやってみようって。なかなか刺激的なマダムだ。呪いの影響だけではなさそうだね。ありがとう。いいな、なんかこの二人の会話結構好きかもしれない。やし、ハレーさんに情があるわ。こちらとしても。わかる。協力したくなる。そうなってしまう理由がわかっちゃうもん。今後、外に出たらいつ誰に呪いで狙われるかわからない。軽はずみな行動や普段と違うことはできるだけ避けるよう心がけてほしい。ああ、これで終わりかな。依頼内容についてじゃあ。改めて話すか。うん。さあ、マダム・クライアント。次に僕がすべきことは決めてくれたかい？はあ。決断が重い。重いよ。私たちに。ケルベロスに任せないでくれ。決めてください、ケルベロス様。協力したら、あのルートになっちゃうよね、絶対ね。まあ、大きい絵正午とは合うんじゃないのかな。で、誘拐事件の調査。これ、ルート分岐じゃね？分岐な気はするよ。でもほんまにしてほしいのは、誘拐事件の調査で、すっきりしてほしいっていうだけ。そうだね。もやもやしてた部分を解消してほしいっていうところかな。ああ、でも、ハレーさんのことを考えたら、周一くん、生きててほしかったなっていうところはある。事件解決しても周一くんは帰ってこへんから。そうだね。
満足するのかって言われたら、ハレーさん的にはちょっと腑に落ちひん部分もあるんじゃないっても思っちゃう。うん、真相が分かったとしても結局ハルエさん自身が受け入れられなきゃ意味ないし、それで犯人が分かって絶対ハルエさん殺すでしょ殺すな、うん、蘇りの秘術かな、うん、こっちかな。やっぱもちろんあの子が蘇る可能性を優先しましょう。秘術を得るための協力をお願い。オーケー、そうだろう。おそらく他の貸し入れ主もこの夜のうちに動き出している。今なら誰かを呪い殺したとしても朝になるまで発覚しにくいからだ。おそらく明け方までに大きな動きがあるだろうからね。では夜のうちは蘇りの秘術のための貸し入れ主探しを、そして朝になって聞き込みができるようになったら並行して誘拐事件の調査も。まあそっか、もう夜だから誘拐事件の捜査については、どころじゃないんか、うん、次の日にならないとどうしてもできないんだな、うんうん、白石道夫城の捜索も進めることにしようか。あ、ありがとう、助かるわ。あー、同じだな。うん、楽しくなってきたな。うん、さて行くとしようか。うん、じゃあ僕は早速調査に出るとしよう。夜明けまでの時間は限られている。その間何するんだろうね、ハルエさんは。そうね、うん、何か分かったら電話を入れる。マダムはここで待機していてくれ。え、シール探しに出かけたいんだけど。リヒタが出かけるんじゃない。あ、そっか、いいわ。どこの誰が何の呪いを持っているか全く見当もつかない夜だ。むやみに外には出ず、かつ柔軟に対応できるよう心の準備はしておいてくれたまえ。でもこれリヒタ視点なくね。どうなろう、リヒタプラスハルエさんなのかな。なのか、主人公ハルエさんだから視点、うん、うん。ええ、心得ておく。では失礼するよ。で、あれか、大きい絵称号の情報を得ましたみたいな感じなのか。だね。ああ、ここで、この様子を見てたんじゃないか、アリヒタが。ああ、見てた。か、でもあるか。あの、沖江翔吾に関しては、うん、あの、橋のところで、ライター持ってるのが、うん、じゃあいい、みたいな。あ、ね。そう、タバコ吸いたいっていうのを、うん。リヒタが促して、いや、今火は持ってないんだって、言ったら外れ。そいつは持ってない。うんうんうん、で貸してくれたら、あ、ライターがならいいっていうことで、その火のためになるもの、うんうん、発火器具を持ってるっていう情報を手に入れる、うん、であいつには脅しが効くぞとかいうのを教えてて、おそらくこいつは貸り主だろう、こんな時間に徘徊してるのはっていうっていう情報収集なのか。うんうんうん、だしさ、背後にいた人影あったじゃん。あ、あれリヒタなんかね。あれ、そう、あれリヒタなのかなって思ったわ、今。それも全然ありえるな。うん。で、橋で待ち伏せしてたってことね。うん、行きそうなところ、みたいな。とか、そうそうそう。ライターをあえて捨てて、拾わせるとかな、うん。絶対拾わせてるよね、あれね、うん。そんな感じはする。うん。気になるから続きやりたいけど、時間って今どんくらい？結構経ってる？いや、ほぼ2時間。わぁ。まあ次回でもいいんじゃない。じゃあ次回にしよっか。気になるね、続きが。気になる、いやでも面白いな、普通に白石道夫とかさ、うん、城之内の話が出てきたり。そう、まさかこっちのそのやっこちゃんの話で関わってきた人たちがこっちにも出てくると思わなかった。まあ世界は狭いし、まあ本庄だけで起きてる話だから、まあね、巡り巡ってくるとは思うけど、うん、こういう関わり方してくるんやなっていうのは、うん、え、これさ、そう、うん、やっこちゃん先にやっててよかったかもね。あ、確かに分かりやすかったかもな。うん。おー、いいルート行ってんじゃないの。いい選択してんじゃない。うん、ってことで、城之内誰やからな。そう、ま、ちょ、こう駒形高校の先生なんだよ。へー、姿勢悪いねぐらいだったと思う。駒形高校ねって、そう、じゃあ
あの時の女子生徒のところかぐらいにしか多分思わへんよな、この高校。ね、わあ。だってそっか、やっこちゃんのところって出てきたんで学校内の話だから、先生と、みちおちゃんと、奥田さんと、ぐらいしかないもんな。そう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 。わかりやす。わかりやす。ゲーム進行わかりやす。いやー、いい選択しましたわ。ちゅうことで、また次回、はい、よろしゅう。頼んます。頼んます。面白い、春江さんを救いて。救いた。周一くん。周一くん、帰ってこい。君は帰ってくるべきや。そうだよ。まだ人生を謳歌してほしいよ。